今日も、クールに決めるぜマリオメーカー、灼熱、炎とマグマの砦。この方のコースを遊ぶの、確かに買い目だよね。うん。原作っぽいコースを作ってる方だったような気がするよ。簡単すぎず難しすぎず、まさに本家のマリオを遊んでいるような気分になれるコースだった気がするんだぜ。今ダメージ食らっちゃったのは完全に霊夢が下手くそだったからだね。リフト、溶岩に触れてるような気がするけど、あそこならミスにはならないんだね。バブルが多くて危ないんだぜ。コースの名前からして、この先にもいっぱいありそうだね。で、そのバブル告知に来るんかーい。私も全く想像だにしなかったな。今の、初見プレイじゃなかなか気がつく人少なそうじゃない？普通に落ちるバブルを先に見せておいてからのあの動き。制作者さん、あなたなかなかやりますな。お前一体何様のつもりなんだよ。とりあえずファイヤー取れたから、これで一息つけそうかな。え、糸剣、どこどこ？糸剣じゃねえ、一息だ。こんな無理やりなボケ付き合わされるこっちの身にもなってほしいんだぜまったく。というか、全然似てないよねその二つ。まあ、糸剣さんは私も大好きだけどな。聖剣を求めて、神曲です。のびよさんと並んで、スクウェアを盛り上げた功労者の一人だもんな。ファイナルファンタジーや聖剣伝説、音楽を聴いただけで場面が頭に浮かぶもんね。ゲーム音楽なら、このコースで流れるサダマサシだって負けてないよ。いや、別にこの曲はサダマサシさんの曲ではないだろ。サダマサシっていう弾幕がつき始めたのっていつくらいからだっけ？うん、いつからなんだろう？おいお前たち、ゲーム音楽の話もいいけど、このコースの実況もちゃんとやってくれないと制作者さんに申し訳ないんだぜ。いつも真面目に実況やろうと思ってるのに、いつの間にか雑談になってるのはなんでなんだろう。私が、実況に参加始める前からそうだったよね。それじゃあマリサのせいかな？まったくマリサ、もっとちゃんと実況やってくれないと困るよ。あ、そういえばうちのワンコの話なんだけどね。皆さんわかってらっしゃると思いますが、悪いのはレイムとアプナシです。逆にあの甘えん坊ぶりったら困っちゃうんだよね。ほらレイム、一回やられちゃったしここからは本当にしっかりやっていくよ。え、私がやられたりするわけないじゃん。病夢何？幻覚でも見たんじゃないの？レイム、恐ろしいぞ。いつも言ってるが、気にするなヨウム。私とヨウムでしっかりと実況すれば何の問題もないんだぜ。さて、ハンマーブロスがぴょんぴょんしていて危なかったが、なんとかうまく抜けていくことができたんだぜ。この先はパタカロンにトゲコンボー、それに大きなバブルか。ハテナブロックの中身がフラワーとかなら良かったが、まあ仕方ないんだぜ。そうだね、中間ポイントもあるし、パワーアップアイテムもいっぱいあって遊んでて本当に楽しめるよ。ウプ主が作るコースは、パワーアップアイテム全然ないからつまらないもんね。お、霊夢ようやくちゃんと実況に参加する気になったのか？あの流れだとまた最後まで無視されちゃう感じだったからね。ダメージ食らっちゃった直後に、2個目の中間ポイント、ありがたすぎます。これでもしやられても、フラワー状態で始めることができるね。おっと、ここでクッパの登場か。このままだとこっちの攻撃がクッパに当たらないよ。大丈夫だよ。ほら、あのゴム兵を使ってブロックを壊せば砲台はマグマダイブしていくからね。クッパがやたらと動くせいで攻撃がかわしにくいんだぜ。でもこれでやっと反撃ができるようになったよ。よし、それでは、俺たちの冒険は、これからだ。ご視聴、ありがとうございました。くるくるくるの次回作にご期待ください。おい。あ、びっくりした。本当に終わっちゃうのかと思ったよ。ヨウムは純粋ないいやつなんだから、あんまりそういうネタを使うのはなしで頼むんだぜ。あ、私の立ち絵で見えなかったけど鍵を使って扉に入りました。1アップキノコもあったし、これでやっとゴールだね。おっと、危ない危ない。最後の最後まで、気が抜けないな。ヨウム、このコースはどうだった？前のコース同様、これぞマリオっていう感じでとても楽しかったです。他のコースも、これからどんどんやらせていただきたいんだぜ。それでは、今日はこの辺りで終わります。いやいや、もう一個やっていくからね。めんどい、パスで。半自動だよ。それならOK。この間のウプ主とモフさんのコースの半自動化に続き、いつだったか動画で紹介させていただいた、無賃乗車っていうコースもリメイクしてしまったらしいんだぜ。マジですか？あのコース、確かクリア率低いかなり難しいコースじゃなかったっけ？なんでも、これからしばらくはいろんなコースのリメイクに挑戦していくらしいんだぜ。さすが完璧超人浅川さん、もちろんこの動画も見てくださってるから、視聴者様もリメイクしたいコースがあったらコメント欄とかで頼んでみるのもいいかもしれません。ちょっと、本人に確認取ってない
のにそんなこと言っていいの？まあ、ノリですよ。ノリか。それなら仕方ないね。ちなみに確認は本当に取っていないのでお約束はできませんが、もし本当にそんなことになった場合、元のコースを私たちが遊ばせていただいて、その後リメイクでどう変わったか見ていただく形にできればいいなと思っています。ちなみに今やっているコースは、再生リストの55番。猫ちゃんが電車に無賃乗車しているサムネのやつです。もっと前かと思ったけど、割と最近のやつなんだね。一つだけ、リメイクで困ることがあります。え、なになに？大変申し上げにくいんですが。何よマリサ、もったいつけてないで早く言いなよ。そうそう、ズバッと言っちゃいなさいよ。それでは、半自動や全自動のコースで、実況することがあまりなくて、会話のネタがすぐに切れることなんじゃあ。なんだ、そんなことか。そんなことだと、お前数分間ちゃんと間を繋ぐことができるのか？私の特技は落語だよ。忘れたの？あ、そういえばそうだったね。でも、マリオメーカーと落語って全然関係がないし、やっぱり落語や小話で間を埋めるっていうのは、できればあんまりやりたくないんだぜ。なるほど、それならもっといい方法もあるよ。ここで本当にいい方法を聞けたことは今までに一度もないが、なんだ？マリサ、ヨウム、怒らないでよ。わかったよ。私もわかったから、早く言ってくれ。途中をバッサリとカットしちゃえばいいんです。ごめんなさい、嘘ですカットなんかしません。マリサ、ヨウム。では、次はあなたのコースにくるくるくる。またねー。畜生めー。